はい、185、5番アイアン。リュークのボール、はい、もう噛んだからいいな。うわぁ、全然球つかまんないやつだ。まあ乗ったけどな。うん、あれ、うん、どっち前っすか、あれ。分からん、手前じゃね、距離短いってことは。そうだ、7番もううまいね。ナイスワン、翔太さんのバーディーパット。結構むずいっすねこれ。距離はそんな、距離どれぐらいこれ、50フィートぐらい、うん、俺のはあっちにありますね。まあ、本来はバーディーチャンスなんですけど、俺パター下手なんであれはパーチャンスですね。いや弱くないですかあれ。あ、でも結構いくな、結構いった。ナイス。ちょっと待って、どれぐらい近いか確認させてください。ああ、これはさすがにね、いくらパターがうまいって言ったって、これだってまだ7フィートぐらい、6フィートありますよ。大丈夫だよ俺なら、7フィートぐらいある。これ OK ですか、うん、OKOK? うん、それ OK じゃないね。 OKOK ですよ。あ、じゃあ俺のさっきのも OK？ いやいやいや、これ OKOK です。あれはあれだって俺の2倍ぐらいあるそれも OK できないな。 OK できない。さっき外したの見たな。あ、行く、自信あるね。自信はあるんだね。自信はあるよ。自信はあるヒートだよこれ。すんげえ読んでるけど、自信ないからね。ああでしょ。イップスだ。そんなことある。イップス、イップス、イップス、イップス。パターやばいもん俺。パターよかった、俺今日アンダー出てるもん。そんなことある。うん、笑わさないでくれ。勝手に笑ってるだけでしょ。俺真剣にやってるんですけど。俺決めるじゃんこれで。ナイス。うん、パーフェクト。どうでした俺の。いや面白かった、面白かった。ど真ん中行って、うん、ちょっとあの距離で、うん、強すぎた。うん、まあ相当自信あったんだろうね。うん、自信の塊。自信しかなかった。それはそうなる。うん、そうなる、そうなる。まあね、しょうがない、しょうがない。あ、これ狭っ。広いよ。広いのこれ。広いじゃん。これ広いの？どこ打っちゃいのこれ？フェアウェイ。フェアウェイ。うん。右の方がいいんですか？左の方がいいんですか？あ、てかあの池、左の池越えます？何の池？なんかちっちゃい木のエリアあるじゃないですか。ライバー出てはこれで。オッケー。じゃあ広いっす。ゆいゆい。ノロ打ちたい。うん。打ってください。おお、すっげえ巻いた。ものすごい巻いた。なんだ、どういう当たりそれ。うん、それはい。どういう、どうしようもないわ。どうしようもないですね。ああ、どうしようもないですね。負けてる俺も良くないんだ。チーム内予選はいいんでしょ、いつもって。チーム内予選はいいんでしょ。めちゃくちゃいい。うん、いつもあんだと思う。ショータイムでアンダー出したもんね。気配すら感じないけどね。何？アンダーの気配すら感じないけど。今シーズンもスコア見てください。うん、うまいんだよな、実は。
おー、ナイスショー。いやこれナイスじゃないでしょ。いや、大丈夫でしょ。やばいでしょ、これ大丈夫よ。俺もここ、マジここ辛うじて当たった。うん、辛うじて当たった113ヤード50 50で、ちょっと上げてるね。前足上がり何ヤードって言ったっけ。113。すぐ忘れちゃうんだよ。どうした？何なんだろうな。バンカー。はい。50度。俺うまかったわ。ショートゲーム楽しむ。そうだね、そうだね。ショートゲーム練習になってでしょ。だいぶ練習になってる。ああ。はい、高いの2打目、あ、3打目。うまい、うまい。ナイスパー。あ、間違えた。これですね。ショートゲームはうまいですよ。ナイスパー。パターしなくていい距離につけていかないと。パターやんなくていいもんね。そうそうパターやっちゃうとね、事件起こっちゃうから。バーディーパット。こっちか。ナイスパー。はい、このホールはタイ。はい、どうも。はい。これはコーナー切るんですか。これ勝手に狙わない、そのままフェアウェイ。はい、やばい、コーナー行ったけど、どこ行った。なんか当たったな。あれなんでドライバー打つとやばいんですか。これ行っちゃうか。スティンガー。どこ行った？右。行け？いや、池じゃ多分あると思う。池に。85。はい。85、6番で。はい。めっちゃドロー。うめ、ナイス。何番？4番。いいじゃん。いや、思いっきりです。バーディーパット。うん、オッケー。ナイスパー。パーパット。うん、どこ見てるか分かんないですよね、パターが。うん、それ分かんない。パターのせいかな。だって怖い質問構えてて、なんかどこ見てるか分かんない。うん、いいよ。おおし、はい、惜しい。オッケー。うん。